皆さん、こんばんは、ディライです。今日はプロデュースジャパンについて話してみようと思います。前、僕がダンスが一番上手な人と一番楽しい人、そして歌が一番上手い人をこうおすすめしたんですけど、今回は僕個人的に応援したい方を紹介してみようと思います。プロデュースシーズン1の時も、韓国系ユーチューバーさんが出て、この時も韓国系ユーチューバーさんを応援したんですけど、ヒョクさんがプロデュースに参加して、この時は本当に辞めるのかなってめっちゃ心配したんですけど、辞めなくて本当に良かったと思います。そしてプロデュースシーズン2にも韓国系ユーチューバーさん、ルイ君が参加してるんですけど、個人的に韓国系ユーチューバーさんの中、一番かっこいい人だなって思った人なんですよ。多分プロデュースに参加するから、YouTube や TikTok、SNS は全部消したらしいですね。なんか YouTube でプロデュースに出るって言ったら、今よりもっと人気になったんだと思うけど、なんか何も言わなくて、YouTube の動画にしなくて、参加する姿が、なんか僕はもっとかっこいいなって思いました。そして本当本気だなってそう思いました。なんか素直に言って、ユーチューバーさんがオーディション番組に出たら、利用できることは全部利用すると思ったけど、SNS を全部消すのは、普通の人にはできないと思います。ルイ君は最近ユーチューブ活動をあまりしなかったんですけど、それでも今まで頑張ってきたから、全部諦めるのは、ちょっと難しいんじゃないですか。なんかプロデュースも競争だから、利用できるのは全部利用するべきだと思うけど、失敗した場合を考えて、YouTube はそのまんま、置いていくのが多いと思ったけど、なんかルイ君は全部消したのか、非公開にしたのか、それは僕もわからないけど、全部非公開にしたとしても、なんかこういう人を僕は見たことないから、もっと応援したいなって思いました。それでビジュアル担当で、ルイ君をめっちゃおすすめします。なんか僕が年があるからかな、夢をまっすぐ見て歩くのが、本当難しいんじゃないですか。もっとこの人を応援したいなって、そう思います。本当、めっちゃ頑張ってる人なので、皆さんも応援してほしいなって、そう思いました。めっちゃかっこよくないですか？自分の夢をまっすぐ見て、歩くのは、普通の人には、できないと思います。今はまだダンスや歌が少し足りないと思うんですけど、めっちゃ頑張ってる人なので、すぐ上手になると思います。だから、皆さんにこの人を、もっと見守ってくれたら嬉しいなって思います。僕も個人的に、ルイ君がどういう人なのか、全然わからないですよ。知り合いにもないし、話したこともないから、なんかどういう人なのかわからないんですけど、ルイ君の YouTube の動画は結構見ました。なんか、前からちょっとは見たんですけど、最近なんかうまくいかないのかなって、思いましたけど、また立ち直って、プロデュースで頑張ってる姿を見て、今回はみんなに認めてもらったら、いいなって思います。今日はここまでです。僕の動画見てくれて本当にありがとうございますね。ラクラク。